前回の動画から転職面接を受けているスーツくんと旬ダイアリー、自己 PR と過去の実績を述べたところで、面接官からうちの会社にどう貢献するのかとの質問が、2人はこの質問にどう切り返すのか、はたまた面接を突破することはできるのか、後編スタートです。2つ目はですね、我々のお仕事に対してお二人がですね、どのように貢献していただけるのかどうかっていうところについてですね、考えをお聞かせいただきたいと思ってます。我々のまずちょっとご説明させていただきますと、我々はシンプルな会社なんですけども、人事のコンサルティングを企業の経営者とか人事の方々にやってる会社なんですね。で、20人ぐらいの会社なんですけれども、採用のお手伝いもあれば、育成体系を作ったりですね、研修とかですね、であるいは人事制度を設計したりとか、あるいはマネージャーのマネジメント能力をやるとか、配置をどう考えるとか、退職をどう抑えるとかですね、いっぱいこう企業というものがあれば、組織の問題っていっぱいあるわけですね。で、それを相談を受けて解決策をいろんな分析をしながらやっていくということをやっています。で、特に統計学とあと心理学を使ってベースにしてですね、その組織を分析した上でやるっていう科学的なアプローチっていうのをやっていくのを前提と特徴としておりまして、ちょっと悩みがあるんですね。で、それは何かというと、コンサルティングってコンサルティングいかがすかみたいな感じでこう売って歩くもんでもないですし、形もないんですね。その我々のコンサルティング事業というかサービスを伸ばすっていうんですかね、もう今も手なりで、紹介していただいた方に対して対応してるだけなので、もうオーガニックにしか伸びていかないんですけども、もうちょっとこれドライブかけたいなと経営者としては思ってまして、そうした場合にですね、どんなやり方があり得るだろうということで、ぜひお二人のそのお力を使ってですね、もし組んでいただいたりとか入っていただいた場合にどういったことがあり得るかということをですね、教えていただければと思います。まずやはりYouTuber をやっておりまして、はい、かなり多くの知名度がありますので、はい、これを生かさないという手はもうないんじゃないかと思っております、はい、で一方で私はやはりあまり人事ですとか、うん、そういった心理学ですとか、うん、専門的な知識はないというのが実情でございますので、うん、専門的な知識を私が無理につけてその方向で活躍するというよりは、はい、やはり YouTuber としてもしくはその知名度を使ってということになると思います、うん、で、私は実は先ほどからお話しておりましたけれども、うん、鉄道と旅行の動画だけを出しているわけではないなくて、スーツ背広チャンネルといって、はい、大学生の目線で、自分の日常的に思ったことをしゃべるような、ブログというんですか、そんなようなことを、副業でやっております、でそれはすごく戦略的にやってるというよりは、本当に自分のことをしゃべってでそれで、見てもらえればお金になるのでやってるというところなんですが、このほどですね、もう大学も卒業しますので、卒業した後は、大学生としての目線で何かを話すということは、しづらくなるかと思います、でそれにあたって、社会人になるというのが世間の一般的な期待ですので、サラリーマンとしての意見を例えば話すと、でそうするとサラリーマンならではのそこで働く人ならではの感じたこととかですね、それは動画で話すっていうことができると思います。なるほど、はい、例えば今この状態でいきなり人事の話とかしても視聴者は受け入れてはこないと思うんですが、実際にサラリーマンとして働き始めてそこで感じたことを話すというのは視聴者にはそのまますんなり入ると思いますので、その上で多くの人たちの間にですね、人事関係の問題意識を共有していくということをして、はい、それで一方で自分の仕事はこういうことなんですという話をすると、みんなの心とですね、それからビジネスという今回のビジネスがうまく交わっていくことになるのではないかと考えております。分かりました、ありがとうございます。では俊さんはいかがでしょう。僕らの会社としては澤さんの会社と領域が同じっていうことが一つ強みとして挙げられると思っています、採用領域において一定の影響力があるっていうことが強みとして挙げられるんですが、違う点としては澤さんは人事へのアプローチなんですけど、僕らは中華性のアプローチが強いっていうふうに違いがあると思ってます、私たちができることとしては就活生の認知度を広げるであったりとか、採用領域においての知名度を上げられるっていうことが強みとしてあるので、そこをまず1点、ご協力できるかなっていうふうに思っています。ただ具体的に売り上げを上げるってなったら企業さんがお金を払うと思うので、直接的には例えば旬ダイアリーで動画を出して就活生が知ってくれたからといって澤さんの会社に受注が来るっていうわけではないと思っています、なので二次営業みたいなことはあるかもしれないんですけど、売り上げには直接つながらないと思っていて、具体的に売り上げを上げるとしたら、はい、僕らの会社も基本的には自分たちで営業はせずに問い合わせベースであったりとか、はい、自分たちから本当にいい会社とか知られてないけど魅力ある会社に対してたまにアプローチするっていう形で。売り上げを上げてるんですよね、で問い合わせベースがほとんどなので、そこの中で、採用困ってる企業さんがほとんどなんです、なるほどなるほど。で問い合わせベースでいうと中小企業さん合わせると1日2件ぐらい来るんですよね、問い合わせが。でそこからかなり選んでるんですけど、そこの問い合わせベースの企業さんは結構熱量が高いんですよね、ただ自分たちのメディアでは紹介できない企業さんがほとんどなんですよね、でそこのところで採用に困っているであったり、組織設計に困っているって企業さんがほとんどなので、自分が関わらせていただいているとか、実際に働いているこういう人材研究所という会社がありまして、このような形ならお取り組みできますみたいな形で、旬ダイアリーでは売らないですけど、まあ、紹介じゃないですけどパッケージとして、売るみたいなことは直接売り上げにつながるかなっていうふうに。なるほど。しゅんさんのところの、まあ、周辺サービスとしてちょっと売っていただくみたいな感じですかね、そうですね、営業をゴリゴリかけるっていうよりは、合いそうな企業さんがいたら紹介するみたいな形が一番そこがないかなっていうふうに。なるほど、わかりました。あと一つ挙げるとしたら、僕らも YouTube の相談乗らしてよみたいな依頼は行ってたまに来るんですけど、どうしても俗人化というか自分しかできないっていうのが僕らの課題ではあるんですよね。澤さんの会社の内部のことはわからないんですけども、どうしても俗人化しちゃうと思うんですよね。澤さんにコンサルを受けたいっていう企業さんが多いと思うので、ただ会社を伸ばしていく上で澤さん以外の人がコンサルできたりとかできた方が売り上げ2倍3倍っていう風に増えていくと思っています、なのでそこのメディア出演みたいなところであったりとか、実際のコンサル業務を曽我さん以外の人をキャラ付けして売り上げに露出したりとか、あとはそのコンサルティングの業務も渡していくみたいなところのお手伝いを自分たちのメディアであったりとか、バックオフィス側でお手伝いできたらなっていうふうに思っています、なるほど、わかりました、ありがとうございます、それでは、スーツさんはキャリアプランという観点でいうとどんなことを考えておられますでしょうか。率直に申し上げますと、あまり長い将来のことはまだよく分かっていないというのが実情でして、でそのためにですね、まず一足飛びには、ならないようにしつつ、なるべく早いうちに何か成し遂げたいなと思っております、で成し遂げるというのは具体的に言うと、半永久的にですね、自分が安定して暮らしていったりとか、仕事がずっとある状態を維持するとか、何かそういう、かなりの頼りがいのあるものを、しっかりと作り上げていきたいという考えがあります。でもちろん会社の中での取り組みそういったことをさせていただいておりますし、今回の講演でまたそういった可能性を広げられるというのが私の一番の考えです。なるほど。自分の人生が、まあ、なんていうんですかね、まあ、自由を得るためとかなんですかね、それは一つの考え方として。やっぱり何か自分のやりたいことを考えるという上でも、可能性が広くない、自由があったりとか、お金があったりとか、それから時間があったりとか、そういったものがないと考えられることも考えられないのかなと思っておりまして、自分の将来を考えるよりもまず考えられる環境を可能であれば早く作りたいというのが私の考えです。あまり決まってない将来像を固定的に考えるよりは、考えられるような土壌を作ることを先にやろうということですもんね。以上で、質問については終わりでございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。自身のこれから作っていくキャリアにおいてこだわりであったりとか、これは成し遂げたいとかですね、現時点で考えているものっていうことですか、それをですね最後にお伺いできればというふうに思っております。じゃあしゅんさんからお願いします。今後のキャリアプランとしては、僕らの今の目標として、最小人数で株式上場するっていうことを挙げています、最終ゴールではなくて通過点ではあると思うんですが、一つのキャリアプランの目標として挙げています、で具体的に言いますと、今今期2期目で売り上げがまあそんな上場レベルでは全くなくて、ただまあ3年後ぐらいに、売り上げベースで上場レベルに行きたいなっていうふうに思ってます、あと3年でってことですね。そうですね、7年後ぐらいにマザーズ上場できたらいいなっていうふうに乗ります。そういう目標を決められたのは、はい、何か背景みたいなのがあったんですか？自分自身ずっと YouTube をやってきて、個人で稼ぐみたいなことを中心的にやってきたんですけど、すごく楽しいし、いろんな人にお会いできたりとか、はい、刺激的なんですが、はい、やっぱり限界があるなっていうのを非常に感じてました。去年ぐらいからちょっとずつ人を増やしていって、チームで何かを達成するっていうところの楽しさの種類っていうのが違うなっていうふうに、その経験から感じました。一人ではなくて、数人のチームで何か大きいことを達成するっていうところに今喜びを感じているので、会社で目標を達成するっていうのを一番の自分たちの中のゴールが上場って結構かっこいいなっていうふうに、結構軽い気持ちではあるスタートではあるんですけど、思うようになり。最小人数っていうのはなんかこの条件はあるんですか？はい、たくさんだとそれよりももうちょっと小さいチームでやりたいっていうのはどうしてですか？はい、自分のことをなんか大きい組織のリーダーとか、引っ張っていって大人数を抱えるみたいなのが性に合ってないんですよね。20人とかならまとめられると思うんですけど、1000人1万人ってなったら、もちろんマネージャーとかは作れると思うんですけど、そこの自分の生まれながらの器みたいなところがそんなに大きくないなっていうのを感じています。 なのでちっちゃいチームでちゃんと成果を残すっていうことを今後もやっていきたいなっていうふうに、自分の特性を考えてっていうところですね。はい、我々のこのやっぱり業態っていうことを考えた上でっていうことをちょっと条件としてもつくんですけど、私はですね、1時間に及ぶガチの転職面接を終えた2人、諏訪さんの会社とマッチし面接を突破するのはどちらなのか。その結果は俊さん採用させていただきたいというふうに思いました。というのは、業態がやっぱり似てるっていうこともあって、我々のまず事業の不正とか、例えばその困ってる人たち、すでに危機意識が醸成されてる人たちに対して紹介していただくみたいな話があったじゃないですか。やっぱりそれがやっぱり一番なんですよね。となると、具体的に本当に実際の貢献をしていただけるだろうなっていうふうに思ったっていうことと、あと私の属人化の悩みって、これ俊さんと同じかもしれませんけど、そのところについて、僕の金銭に触れたというか、悩んでるところ、まさに実は僕もそうなんです。ああ、そうですよね。やっぱりそうですよね、YouTuber やってるところですよね。だからそれを悩んでるところでもう即そこにズバッといったら、それを直していただけるんだったらぜひみたいな感じで思ったっていうところですかね。逆にスーツさんの場合っていうのは、もちろんそのものすごい影響力っていうのはめちゃくちゃ魅力なんですけども、なんですかね、やっぱ僕らの売ってるもの自体がすごいニッチなんでですね、サービス。そうなんですよね。そうですよね。だから鉄道ファンの方々とかが例えば見て、そんな人事もいると思うんですよ。なんですけどっていうことっていうのがまず一つありますねと。で、あとは一般論としての転職者として考えた場合というか、の話で言うとどうでしょうね。スーツさんのこれ良さでもあると思うんですけども、手段は選ばずに目的に最短の距離を行こうとしてるって、これすごいビジネスとして僕すごいいいと思うんですよ。で、むしろ俊さんはどちらかというと領域にこだわってやってられるっていうふうになると、もしかしたらそれって上場って掲げてるものの最短距離じゃないかもしれないですよね。もっと上場だったらこの業態やった方がいいかもしれないっていう、これタイプあると思うんですよね。領域に興味ある方とゴールに向かって最短距離とっていうところで言うとね、私自身がどちらかというとやっぱり領域に興味があるんですね。多分コンサルティングやるにしても、人事のコンサルティングなんて安いし、儲かんないしですしね、もっと他のコンサルティングやるにしても、もともとコンサルティングじゃなくて、もっともしかしたらプロダクト作ってスケールさせた方がいいのかもしれないんですけど、やっぱここに僕はちょっとこだわりあってやってる部分っていうのがあって、そこがちょっと似てるかなっていうのがあったんで、そういう意味で価値観というかカルチャーフィットっていうんですか、うちの会社とカルチャーフィット、私自身ともそうなんですけど、カルチャーフィットがあったかなっていうところが2つ目のポイントかなというふうに思います。一応その2点で俊さんを選ばせていただきました。中途採用とかって新しい転職第二新卒もそうなんですけど、よく即戦力採用っていう風な言い方をするんですけど、これいろいろ研究があって、スキル最適とそう、まあ、性格とかの相性っていうんですか、まあ、文化最適とかそういう最適でどっちが結局いい結果を生むかって言ったらこれねまあ、スキルにもよるんですけど実は相性だったりとかするってことも分かってたりとかするんですよね。チーム組む場合でもそうなんですけどねスキル最適とパーソナリティ最適だったりパーソナリティだったりとかだからいろんな企業が結局中途採用でもカルチャーフィットっていうのってそういうことだったりとかするのでだから実は能力だけを見てるわけではないっていうのは一つポイントかもしれませんね。はい、一般論として言うと例えば22、3歳とか、まあ、20代前半の第二新卒の方っていうことで言うとやっぱり見るところっていうのはスキル自体よりもどっちかというと学習能力ですね。やった経験によって何を学んだかとかどれぐらいの短期間でどれぐらいのことをキャッチアップできてるかとか2人の話も実は現れてはいましたけど半年でここまでやったとかねみたいなことだったりとかそういうものを見たりとかあるいはこれも2人がちょっと当てはまらなかったんですけどキャリアプランって本来でいうと20代前半の方だとむしろどっちかっていうとオープンマインドでまだわからないんでいろいろやりますっていう方を望む会社が多いですね。それは何でかというと日本の企業のこれ良くも悪くもでこれから変わる可能性あるんですけどメンバーシップ型採用とかっていって仲間探しの採用をやっぱり若手第二新卒ぐらいだったらまだやってるので、これしかやりたくありませんって言われるのは実はどっちかっていうとマイナスなんですよ。ただお二人の場合はそれに見合う裏付けのあるスキルとか実績があるんで全然言っちゃって問題ないですしいいと思うんですけども裏付けない人がでもこれしかやりませんって言われてしまうといやいやまだ君はどこで生きるか本当は分かんないじゃんっていうですね、ところっていうところでむしろ、まあ、言葉選ばずに言うと使いづらいなっていう印象を与えてしまう可能性があってだからキャリアプランに対する質問というのは引っ掛け問題みたいなところがあって注意された方がいいと思いますね。であと新卒のやつと比べると2番目の質問で聞いたやつなんですけどうちにどう貢献できるかっていうのは新卒だとあんま聞かないんですよ。だってこれから育てて、まあ、貢献できるようにしていくっていうようなこっちも気構えがあるのでただ転職っていうようなあなたが入ることによってうちに対してどんなアドオンというかプラスがあるんですかとこれそんな聞き方はストレートにしないかもしれませんけども必ずあるんです。だからあなたの会社に入るとこんな得がありますよっていうのはメッセージとして最終的には伝えておかないといけないっていうのがポイントかなと思いますね。大変参考になりますね。ありがとうございました。